劇場版昨日何食べたレビュー、それそれ。さあ皆さん、私はですね、東京は新宿2丁目で、ゲーバーパニックハウスというのをやっております、ゆうまと申します。どうぞよろしくお願いいたします。それそれ。で、今回ですね、もう本当に2回目見に行ってきました、劇場版昨日何食べた。やっぱりもう1回目もね、もう泣いて笑ってだったんですけども、2回目ももう本当に良かった、ハートフルな作品ですよね。で、一発目と言いますか、一回目見に行った時のレビューは、事前に載せていますので、そちらの方もご覧いただけたらと思うんですが、今回はですね、まあ、二回目見まして、私たちゲイが選ぶ、心に残るセリフ、ベスト3をお届けさせていただきたいと思います。この昨日何食べたに関しては、やっぱりこのケンジとシロウさんっていう、まあ言ったらアラフォーぐらいのゲイカップルっていう設定が、本当にね、一つ一つの言葉の重みというものが出てくるんですよね。で、私もちょっとこう、もうそういった近い年になってきていますので、なんか共感するといった。けどまあ、いろんな方の目線で、男女の人たちももちろんね、劇場に足運ばれてますし、私たちゲイの人たちも行かれてますので、これ独断と偏見で、私、ユーマが、ちょっと心に残ったなって思うセリフですので、またこんなところも良かったよ、こんなセリフ良かったよという方は、コメント欄の方にもお寄せいただけたら嬉しいです。さあ、それでは早速、行きたいと思います。ゲイが選ぶ心に残るセリフベスト3、第3位は、ですね、小日向さんとジルベールが、ケンジ・シロウさんの家に来て、まあ、ホームパーティー的なことをやってて、で、まあ、料理作ってですね、食べて、で、まあ、孫ができた方がいい、いない方がいいとか、いろいろこうね、ジルベル若い子の感性とかいろいろあるんですけど、それと、まあ、この今回の映画の冒頭、京都に旅行に行った際に、シロウさんがこんな旅行に行くとか、様子がおかしいとケンジが勘ぐってですね、それと話すると、やっぱシロウさんとこのご実家のお父さんお母さん、まあ特にお母様がもう、実家の方には来ないでほしいっていうのを、ごめんって僕の方こそ謝る方だって、シロウさんが現地謝るところからまあ始まるわけなんですよ。で、そのことも二人はずっと頭にありながら生活してて、小日向さんカップルを呼んで、ジルベールがそんな別になんかずっとね、一緒にいるっていうか、その親とか孫とか家族ってそんなに形って大事みたいなことは言い始めるんですよ。そんな時にですね、まあ、シロさんね、ケンジもちろん、ごめんなっていう気持ちで気を使ってるけど、ケンジも、シロさんのことが大好きで、やっぱり、この時の、一言、話してる時みんなでの、ケンジの、誰かの嬉しいことは、やっぱ嬉しいじゃない。っていう、この言葉も、すごく良かったなって思うんですよね。なんかずっと生きてくると、人間なんかも自分のが一番好きだと思うんですよ、基本自分のためにって思うんですけど、生きててけど、やっぱりそんな好きな自分に出会ってくれたね、一緒にいてくれるね、好きでいてくれる僕こっちも好き、そんな相手のことを思うとさらに幸せが広がる、余計に嬉しいじゃないっていう、本当にこのなんですかね、優しいケンジの心のこもった一言だったなって、私はいいセリフだなと思います。それでですね、そんな言葉を受けて、小日向さんカップルが帰ってから、ケンジとシロさんが二人きりになって、怒っていいんだよお前はって言って、そんなけどね、実家の親からもそんなことを言われてって言って、けどもケンジも怒りたかったけど、俺も怒れないって、シロさんのお嫁さんでもないし、世間から見たら普通じゃないと思われるし、そしてなんか俺は怒ったらシロウさんと別れちゃうのが怖いって言うんですよね。もうここのセリフもすごく良かったなって思いました。はい、ということで第3位でした。さあ、それでは第2位いきたいと思います。第2位はですね、逆のパターンでですよ、今度はシロさんがケンジの様子がおかしいなと。まあ、ちょっとこう、頭皮がね、薄くなってきて、病院に通ったりとか、ちょっと、
家の更新があったからどうしようって白さんがもしかけた時に、やっぱ実家のお母ちゃんに家継がないかとかね、あの美容院継がないかって言われたこともあって、うーんってちょっとこうちょっとした戸惑う様子なんかもキャッチしてて、なんか最近おかしいなっていうのがあって、でやっぱ後をつけたら病院に行ってたりとかで、店の従業員の子と若い子と二人歩いたりとか、え、何ケンジに男の影みたいな、シロさんもなんか初めてこうなんかやきもきするやきもちみたいな、今まではねずっとこうやってゴフィラさんとシロさんのことをケンジが怪しがってたりとかいろいろあったんですけども、それでですね、まあケンジがある日金髪にして帰ってきた時に、どうしたんだよって言って、お前どっか悪いのかみたいな、病院行ってるか、もうちょっと問いかけたんですよシロさんから。そしたら、いやどこも悪くないよとか言って、えーとか言って、でシロさんが、お前死んだりしないよな、逆に病院も通ってるからで大丈夫だ、死なないとか言って、えー死ぬかと思ったらもうめちゃくちゃ怖かったよ、俺怖かったよって、シロさんがこんなに心あらわにするシーンってなかなかないような気がするんですよね。で逆に冒頭にもあった逆バージョンだったんですけど、今度はケンジから、死ぬなんて軽々しく言うもんじゃないんだよとか、言っちゃダメなんだよとか言って、なんかもうこのシーンもね、このシロさんの気持ちがあらわになるっていうポイントがすっごくグッときましてですね。でちょっとこれもプラスなんですけど、その流れでまた再びシロさんが実家に帰ります。で昔よくお母さんが作ってくれたミートボールを二人でこしらえるんですけども、でそこにちょっと知り合いのところにお孫さんができて、お父さんの親父の名前からほがらかという字を取って、五郎の五をつけて五郎にしたよほがらかでっていう話をお母さんにしたら、へえとか言って、で白さんもなんか お父さんっていうか親の名前が孫を子供に作ってすごくなんかいいもんだなみたいなこと話すんですよね。そのシーンもすっごく良かった、うん、だからもう第2位は本当シロさんがケンジのことを思って言うセリフでございます。怖かったよ、あのシロさんの顔もうお互いうるうるしてさ、じーっと来ちゃいましたね。さあそれでは劇場版昨日何食べた、ゲイが選ぶ心に残るセリフベスト3第1位はこちら、もう後半のシーンなんですけれども、シロさんがケンジの誕生日のお祝いをレストランで2人でお祝いしてですね、サングラスをかけてくるところですね。でお食事を終えて2人でこうやって夜の道を帰ってくるところなんですが、あれですね、ケンジがシロさんに、いいじゃないか、正月は俺と二人でとか、あと怖いって言ってくれてとっても嬉しかった、一人になるのね、ケンジが死んでしまうの怖いって言ってくれて嬉しかった、もうずっとこのままシロさんと二人でいたら幸せだって、でもねシロさんと二人だけでもダメなんだよ、二人でだって生きてるわけじゃないんだって、だからこれまで以上にシロさんはお父さんとお母さん仲良くしてねって言うんですよね。でもそれを受けたシロさんが今度はケンジに、俺は今ここに歩いている人たち全員にお前のことを自慢したいよって言うんですよ。本当これ冒頭でも言った、やっぱこのお二人がもうね、いいお年になってきて長年連れ添ってきたカップルだからこそ、健康のことであったりとか年のこと、あと親のことを考えるね、今まで生きてこれたのは本当に二人だけじゃない、周りの人に感謝だなって思う、すっごくなんかねリアルなセリフでしたね。でお花見のシーンに、ちょっとこれもう番外編になりますけど、第1話はそこだったんですけど、シロさんが両親のことはこれ以上に面倒見るって言って、ね、お袋が言ってたよって、これからはあなたはあなたの家族を一番大事にしてねってね、ケンジもミートボールを食べながら、なんかもう、ああ俺もこれ
すっごく好きってこのミートボールの味を言うんですよね。なんか直接会うことはしてないかもしれんけど、お袋の味を超えてなんか受け継いでる、味わってるケンジのなんかこの家族ができたんだなっていう、その食べ物を通してこの本当昨日何食べたのなんかあるごとにシロさんが手料理を振る舞ってて、食べ物、美味しいもの食べたら元気になってて、またケンジが笑顔になってっていう、この二人のなんか食を通しての、またシロさんがやっぱ お母さんからいただいたレシピとか、シロさんのお父さんお母さんもこう食というものをとても大事にしている、なんか人間ってやっぱ食べるってことってすっごく大事なんだなって思わせてもらいましたし、でその時に桜がパーッと桜吹雪が舞うんですよね。その時に綺麗だなって言って、で隣に綺麗だなって言える人がいるって本当に素敵なことだよねっていう、このセリフもすごく良かったですね。僕は本当まだずっと一人もんな芸なんですけど、なんかそんなことを味わってみたいなって。僕たち芸もこの影響、あの映画に影響をすごく受けてる人が多いんだなって思います。で今カップルでいる芸カップルなんかもさらにハッピーに二人で幸せになっていこうねって思わせてくれる作品だなって本当今回思いました。で最後お花見の時レジャーシートの上で、もうめったにっていうかいつもはケンからわーって抱きついたりとかアプローチするんですけども、シローさんからケンジの手の上にパッと手のひらを乗せて、あー俺たち年取ったなーって、なんか今の現状いろんなことを振り返ったりとか親のこととか、あとこう多分2人でこう手触れた時の感触とかもあるんだろうな、昔から若い時から握ってたりして、すごくやっぱいい作品だなって思いました。はい、今回は私たち芸が心に残るセリフベスト3をお届けさせていただきました。皆さんは劇場版昨日何食べたを見てどのセリフが良かったでしょうか。よかったらコメント欄の方にお寄せください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらいいねボタン、そしてチャンネル登録、今後もまだまだいろんな企画で昨日何食べた語っていきたいので、ぜひともまたこのチャンネルの方に来て皆さんと共感できたら嬉しいです。チャンネル登録の方どうぞよろしくお願いいたします。以上、新宿2丁目ゆうまチャンネルでした。劇場版昨日何食べた最高でした。